いきなり別れた夫のたかしから電話が来た。もしもし。ああ、よかった、出てくれた。何の用？元夫とは別れて1年が経つ。離婚の原因は元夫の浮気。最低なことに三股もかけて嫌がった。しかも浮気相手には独身だと嘘をついていたらしく、慰謝料関係ではかなり揉めた。そんな最低男からの連絡だから、どうせろくなことじゃないはずだ。実は母さんと妹が交通事故に遭ってしまって。あら、それは大変ね。大丈夫なの？それで二人とも重傷を負って車椅子生活を強いられているんだ。そうなんだ。それでお願いなんだけど、二人の介護をしてもらえないかな。は？どうしてそうなる？もう私は赤の他人だぞ。そんなの無理よ。どうして？どうしてって、私もあんたたちとは他人じゃない。そんな悲しいこと言うなよ。な、お願い、頼むよ。無理なものは無理。なんで全く関係ない私が介護しなきゃいけないのよ。それがお前が全く関係ないというわけじゃないんだ。え？どういうこと？あの日、母さんは運転中にお前の悪口を妹と言ってて、それでヒートアップしてつい前を見ずに妹の方に顔を向けてしまったらしいんだ。そして誤ってハンドルを切っちゃって対向車と衝突しちゃって。だからお前にも原因があると思うんだ。はあ？めちゃくちゃすぎるわよ。そんなの 100% お母さんが悪いじゃない。それに離婚してから1年も経っているのに元嫁の悪口言うなんて性格悪すぎ。おい、母さんを侮辱するなよ。何よ、あんた自分がどんだけ理不尽な要求してきてるか分かってる？はあ？お前が原因だって言ってるだろ。母さんも妹もそう言ってる。お前が責任取って二人の介護をしろ。うるさい、もう面倒なことに巻き込まないで。おい、ちょ、ま、そう言って私は電話を切った。その後も着信が鳴りやまないので着信拒否をした。まったく、元夫を含めた義実家の連中はどういう神経をしているんだろうか。自業自得の事故を全く関係ない私のせいにして、しかもその上で介護をしろだ。上から目線で物が言える立場だと思っていることもありえない。その日はせっかくのお休みだったのに、一日中気分が悪かった。それから1週間後、元夫は今度は家にやってきた。ちょっと家に来るなんてやめてよ。お前が着信拒否をするのがいけないんだろ。頼むから母さんたちの介護をしてくれよ。無理なものは無理。何度も言うけど、私には関係のないことじゃない。すると元夫は玄関前で土下座をしだした。頼む、一生のお願いだ。母さんたちの介護を引き受けてくれ。私は現在実家の一軒家に一人で住んでいるのだが、こんな風に大声を出されてしまっては恥ずかしくて仕方がない。そして元夫が何度も大声を出してお願いしてくるもんだから、何事かとご近所さんが集まってきてしまった。ちょっとやめてよ。とりあえず中に入って。元夫を家にはあげたくなかったが、私は仕方なく家に入れた。私の親はどちらもすでに亡くなっていて、私は一人っ子だったので他に家族はいない。だから何かあった時に助けてくれる身内がいないのだ。正直そんな中で元夫を家にあげるのは怖かった。もう何度も言ってるけど、無理なものは無理だから。そこをなんとか頼むよ。俺一人じゃ二人の介護をすることはできない。施設に入れればいいじゃないのよ。母さんは施設になんか入りたくないって言ってる。まだ50代なのに施設なんてかわいそうだろう。それにお金もかかるしな。じゃあもうしょうがないじゃない。あなたが二人の世話を頑張るしかないでしょ。それができないからこうやってお願いしてるんじゃないか。そう言って元夫は子供のように泣き出した。正直めんどくさすぎる。一度でもこの人を好きになった自分が恥ずかしい。すると元夫は突然泣くのをやめて、ありえないことを言い出した。そうだ、俺たち再婚しよう。はあ？一度愛し合った仲だし、お互いのこともよく知ってる。こんなに結婚にふさわしい相手はいないだろう。あんた何言ってるの？どうして私が離婚したか覚えてないの？あの時は悪かった。魔が差しただけだ。三股に魔が差したとかないから、確信犯だから。病気だから、この変態が。でもそんな変態と結婚していたのは誰だ？お前も同じ部類だろう。一緒にしないでよ。もうほんと気持ち悪い。変態同士また仲良くしようじゃないか。そう言って元夫が私に抱きつきそうになったので、私は思いっきり元夫の股間を蹴ってやった。うわっ！近づかないで、警察呼ぶから。そう言って私はすぐに通報した。
警察は駆けつけてくれたが、私が元夫を家に入れている時点で事件性はないとして現行犯逮捕には至らなかった。翌日、私が会社に出勤すると元夫が職場にまで現れた。そして家での時と同じように土下座をして介護をしてほしいと頼み込んできた。私はすぐに警備員の人に元夫をつまみ出してもらい、その後元夫に接近禁止令を出した。これでやっと元夫から解放された。気づけば元夫につきまとわれて1ヶ月が経っていた。おかげで4キロも体重が落ちた。その後、元夫が私の前に現れることはなくなった。安心して日々を過ごせるようになり、新しく彼氏もできた。相手はマッチングアプリで知り合った人。元夫のつきまといによる恐怖から早く別の男を作った方がいいと思い始めたのだ。新しい彼氏は年下だが、頼りがいもあり顔もイケメン。私に尽くしてくれるし、一緒にいて落ち着く存在だ。私はもう30歳なので、そろそろ子供を産むにはギリギリだなと思っていたので、彼との結婚を考えていた。しかしそんな思いは儚く散っていった。なんと付き合って1ヶ月でいきなり別れを告げられたのだ。理由を聞いてもまともに話してくれず、それから音信不通になってしまった。私はショックだったが、やっぱりマッチングアプリなんかで知り合ったのがいけなかったんだ。そういうところにはまともな男性はいないんだと自分に言い聞かせることにした。それから3ヶ月が経った頃、取引先の男性から頻繁に食事に誘われるようになった。今度は年上でユーモアがあって包容力もある人。何度か会ううちにどんどん惹かれていき、私たちは付き合うことに。彼は仕事もできて収入もよく、共通の趣味もあるので、この人となら幸せな家庭が築けると思った。そして付き合って1ヶ月が経った頃、彼から大事な話があると言われた。私はプロポーズ来たと思っていたのだが、なんと振られてしまった。え、どうして？私は意味がわからなかった。マッチングアプリで知り合った彼とも今の彼とも仲のいい状態だったのに、いきなり別れを切り出されたのだ。私は納得がいかず、今の彼に理由を聞いた。何が原因なの？本当のことを教えて。彼はいやーと答えるのを渋っていたが、私が答えてくれるまで付きまとってやると脅したら、分かった、言うからと全てを教えてくれた。私は絶句した。なんと元夫が原因だったのだ。元夫は私が新しく彼氏を作ると、その彼氏に会いに行き、あることないこと吹き込んでいたらしい。彼が聞いた話だと、私が義母と妹が運転する車に命を奪うつもりで突っ込んで大怪我を負わせたんだとか。そして証拠不十分で捕まらなかったが、奴は犯罪者だと吹き込み、車椅子姿の義母と妹の写真を見せたんだとか。それを聞いた彼は私がヤバい奴だと思い、別れてそばから離れようと決めたらしい。おそらく元彼も元夫と会い、同じことを吹き込まれたんだろう。私は心底腹が立った。元夫だけは許さない。あと元夫の話を鵜呑みにした彼にも一気に冷めた。私はそんなの全く嘘よと言った上で、でも私をそばで見てきたのに簡単に赤の他人の言うことを信じるような人なんてこっちから願い下げようと言って彼と別れた。私は元夫に絶対に復讐してやると誓い、元夫の職場に突撃することに。元夫は一瞬驚いていたが、私が自分のためにわざわざ会いに来てくれたと思ったようで喜んでいた。俺とよりを戻す気になったのか？そんなわけないでしょ。そうか。じゃあ母さんたちの介護をしてくれる気になったのか？はあ？何言ってるの？私が介護なんてするわけないじゃない。元夫が私の発言に顔をしかめる。じゃあなんでいきなり来たんだ？私は元夫の職場の人たちがいる前で思いっきり叫んでやった。あんた私のことストーカーしてるでしょ！職場の人たちがざわつく。何言ってんだ。私に彼氏ができた瞬間に私の彼に近づき嘘を吹き込んでるでしょ！元夫が動揺しながら口ごもる。俺がなんでそんなことしなきゃいけないんだよ。そんなのあんたが一番わかってるんじゃないの。どうせ私が介護を引き受けないから嫌がらせでもしてるんでしょ。それか私が振られて弱っているところにつけ込んでよりを戻そうとしたとか。図星だったのか、元夫は目が泳いでいた。大地、そんなこと俺がやったっていう証拠あるのかよ。これが証拠よ。そう言って私は元彼から聞き出した話を録音したデータを聞かせた。そんな。
あんた本当に最低よ。私は絶対あんたのこと許さないから、地獄の底に突き落としてやる。そう言って私はある人たちを呼んだ。それは元夫の不倫女たちだ。なんでお前たちまで。あんたこの人たちにも復縁を迫って身内の介護を頼んでいるそうね。そして彼女たちにも同じようなストーカー行為をしていると聞いたわ。違う。俺はただ。元夫が必死で弁明しようとしたが、こっちは証言者が4人もいる。諦めたのか夫は観念してうなだれていた。元夫の職場の人たちは信じられないといった様子で元夫を見ていた。その後、私と不倫女たちは名誉毀損で元夫を訴え慰謝料をぶんどってやった。元夫は今回の件が会社で問題となりクビになったらしい。しかし慰謝料の支払いと義母と義妹を養うためすぐに仕事を見つけなければならず、今は再就職先を探しながらコンビニバイトでギリギリの生活を強いられているらしい。ほんといい気味だ。一方、私は友人の紹介でいい男性と出会うことができ結婚。公務員をしているから稼ぎが安定していて、性格もとても優しく私を大事にしてくれる人だ。1年後には子供も生まれた。今は新しい新居を建てて家族3人幸せな日々を過ごしている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。